こんばんは、お疲れ様です。ビートル夜座でございます。本日はちょっと器は小さいんですけども、今日は永谷園のお茶漬けを食べながら、この、乗ってるのはだし巻きと、生姜天とキムチでございます。これをいただきたいと思います。本日はこのわさび茶漬けと海苔茶漬けと梅茶漬け、この3つを食べたいと思います。早速いただきます。まずはあのわさび茶漬けからいきます。今日はちょっとお茶漬けが食いたかったです。お茶漬け、まずはわさび茶漬けからいきたいと思います。もうあらかじめお湯は沸かしてます。はい、早速いただきます。ああわさび茶漬け美味しいです、うん、今日はちょっとあれ、その暑かってね、食欲がなくてね、ちょっとお茶漬けにしました。永谷園の、 あのわさび茶漬けですか、わさび茶漬けほんまうまいです。これめっちゃおすすめです。僕あの永谷園のお茶漬けでこのわさび茶漬けが一番好きです。はい、キムチ、だし巻き卵、生姜天がもう最高うまいですこれ、うん、なんかあれですね、台風7号またなんかちょっと進路変わりましたね。今の状況を見たら、なんか近畿地方上陸みたいな。まあ今回はなんかすごい勢力が強いらしいので、あの皆さんもあの台風にあの台風の影響のある方は、あの万全に備えた方が多分よろしいと思います。もう何が飛んでくるか分かりませんからね。まあ結局来て結局台風ってあの話でしょ、結局来てからじゃないと分かるじゃないですか、どうなるか。まずは1杯目終わりました。次は梅茶漬けでいきたいと思います。この梅茶漬けもなかなかうまいんですよ。
今ちょっとお湯沸かしてます。すいません。梅茶漬けってはそんなに酸っぱくないです。程よいあの酸っぱさで、まあ、あのめちゃめちゃ食いやすいです。まあお茶漬け言うたらあれでしょうね。基本的に飲みに行った時に例えば居酒屋などで飲んだ後の最後の締めとかでね、お茶漬け食べる機会多いですよね。その飲んだ後の締めのお茶漬けまた最高なんですよ。次は最後の海苔茶漬けでいきたいと思います。はい、海苔茶漬け。ただいまお湯を沸かしてます。どうなの、長谷のお茶漬けって海苔茶漬けが一番人気あるのかな。僕的にはやっぱりわさび茶漬けがやっぱり一番おいしいです。海苔茶漬けのこのあられが何とも言えないですね。その絶妙なアクセント。あ、しまったな。なんかお茶漬けの時ってなんか焼き魚食いたくなりますね。しまった、焼き魚買ってくるの忘れた。こういう時は焼き酒とかねあったらええなと思います。
完食しました。はい、ごちそうさまでした。あ、久しぶりの長谷のお茶漬け、めちゃめちゃ美味しかったです。まあ、本日は、この辺で終わりたいと思います。これからもいろんな動画上げていきますので、いいね、高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それとご視聴の方も最後まで見てもらえると非常に嬉しいです。それでは皆さん、また会いましょう。